おはようございます。おはようございます。久しぶりの 70A の道、久しぶりだ。2年ぶりぐらいですね。去年はちょっとね、藤井さんがいろいろちょっとバタバタ、去年一昨年末ぐらいからちょっとバタバタしてたんでね、なかなか私生活の方で、まあ今回久しぶりの久しぶりでね、今回いつもはね、撮影日を決めてその日にやるっていうことなんですけど、今回は日を選んで、もうこの日ベストじゃないかっていう日を選んで今日は出動です。だから行けるんじゃないの今日はっていう感じですか、うん。まあ、この2年の間にアイテムも相当ね、そうそう、ね、ルアーの方も進化というか、かなりなんていうの、練り込まれた感じがあるし、手数が増えた、そうそうそう。で、まあ、魚がねちょっと少なくなった感じはするんですけど、特に大きいやつなんか年々釣りづらくはなってってるけど、まだまだでかいのはいるんで、特に超デカってやつは釣られてないんで、魚はいるんで、あとは己を信じて今日もやってみます。他ない、ね、語ることないね結果を残すのに、結果を残すのに。まあ、僕がメインで信頼して使っているのはこのモンスターハンターのノアレスさんです。このシリーズ強くてポイントも強くて、でっかいやつ来ても負けないんで結構愛用してます。のこれは30で、シンカーは5グラムか8分の1か、まあ、適当、軽いやつ、この辺適当、見た目のこのシンカーねみたいな。でまあ普通にストッパーもなしで普通のごくオーソドックスなテキサスリールでリールます。このウィードが濃いとストッパー使うけど、春先なんかはねちょっとタイムラグを使ってフォールで後から落とすみたいな使い方の方がバスには受けがいいというか、食いがいいんで、もうほんと何の変哲もないテキサスリール。でこれ何つけるかって言ったら、バンドウ川エビです。まあ通称というか呼び名はバンドウエイジで、お客さんとの間では通っているんですけど、これですね、これノリーズさんのエスケープツインデザインドバイ高尾荻野、荻ちゃんが作ったやつね、のこれの、これね、2ロット目っていうの、ちょっと色変わっちゃったんですよね。前の初期の色の方が良かったんだけどね、なくなっちゃったから、こっちのセカンドバージョンでいます。このシナモンブルーというか、これ食います。多分お店でも手に入んないかもしれないです。売ってないかも。知ってる人はみんな買っちゃうからね。物によってね、出来が良かったり悪かったりするからね、ボディがねじれてたりとかするから、そういうのはここぞっていう時ではパスして、まっすぐなやつ、まっすぐな感じ。バンドウ川エビ春めっちゃ釣れます。
こうやってさ、なんか真剣に釣りに来ると当たりねえんだよね、やっぱね。なあ、これどういうもんやろ、これ。適当にやっとった方が本当大きいの釣れんだよな。いいね、でも一人で釣りするっていうかね、この行かへん、そう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 、確かにね、やってこうだから飽きるというか、もう今みたいに最初ピュッピュッって2頭ぐらい自分のイメージ通りでこう投げて釣れへんと、あ釣れんねみたいに、あ今日外れみたいな、粘るってことをしんもんね、そのして、まだ早いよ時間的に、やっぱり沖ノ島の時間じゃねえ。まあ、こういう状況でカツって当たったらちょっとドキッとするやんよね、これね。うん、期待感がね、やっぱり。まだ入って。最初にスイムジグ投げちゃったからな。セレクトミスかな。昔はここでキャリラバとかのフットボールをすげえ練習したんだよ、ここで河口湖用にこう。もう冬とかここいっぱい魚いたからね、湧くようにおったやん、ここはコバスでは。ウイド、カナダもいっぱいあってさ、お疲れ様でした。久しぶりの撮影ということで疲れましたが、釣れんと疲れる。今日ずっとね、北中心に島中心に回ったんですけど、今回使ったルアー、グリスシャットと、テキサスとでウッドリームの新型のビッグベイトをメインで、投げられてたんですけども、結果的にはあまり全くやったんですけど、偵察みたいな感じだったですね。走りだし釣れると思ったんだけどね、この昨日もう本当に春日というか20度近く、はい、で今日も晴れから曇り、低気圧っていうか下がっていく、しかも明日から大潮かな。だから条件としてはめっちゃいいと思ったんだけど、まだ水の中冬だったね。グリスシャット結構メイン投げられてたんですけど、これをメインで8分の3、スイムロールジグの8分の3で、これグリスシャット、本当プレーンなセッティングでそのままですね、何もチューンとか何もしてないのをメインでこれで食わそうと思ったんですけど、だいたいこう今日やってたレンジでいうと4メーターぐらい、4メーターですね。春先ということで意識するのは4、北で4かな、やっぱりいつも 4.5 から4、3.5 から 4.5 っていう感じかな、のレンジに上がってきたやつを釣るみたいな、狙うみたいな感じだったんで、8分の3を
まあ、状況によって2分の1とか、ね、重いのを使おうかなと思ったんですけど、まあ午前中も暖かかったし魚浮き気味になるかなと思ってずっと8分の3で通したんですけどダメでしたね。でもう一つが、もう一つがこっちのテキサス、テキサス、まあこれノリーズ、ノリーズのエスケープツインですね。のこれはあのちょっと北の島の北の岩場で深いところ岩の間とか入れるのにちょっと重くしたんですけど、基本5グラムぐらいのテキサスリグでノースリグ、あのストッパーなしでちょっとねストンと落とした時にちょっと漂うような感じを出したかったんでなしで、これも結構自信があったけど不発で、これがちょっと気になってたこれですね。まあこれ 今やってる段階なんですけど、まあブリッドデザインで初のジョイントのビッグベイトで、まあ僕がイメージする S 字じゃないんですよね。どっちかというと I 字形に近い、 I 字形とミノーに近いかな。でなぜジョイントかっていうと、まああのイレギュラーでジャーク入れた時にやっぱり平打ちというかダートはやっぱり欲しかったんで、あのジョイントにして、どっちかというとこのスイムジグに近い感覚のビッグベイトと思ってもらった方がいいかな。でテールもまあハードなやつじゃなくてちょっと、まあ、ラバーなんですけどね、これのペランとしたタイプをセットして、針がワンフックなんですけども、そうですね、あの一応こっちにもハンガーは、ハンガーというかアイはつけてダブルフックにできるようにしてあるんですけど、基本やっぱりでかいの頭から食っちゃうんで基本前に一つで、こっちはなぜあるかっていうと、まあダブルフックをここにつけたい人はね、つけてもらって腹筋性能を上げてもらうと思うんですけど、基本ない方がやっぱりケツの振りがダートの幅とか考えると、動きとか考えるとケツの方がない方がいい動きする、これはあえて前にフロント1使うようにしてます。今回全体的にライン何ポンドでやられたんですか。ラインはテキサスが14、これちょっと遅め、まだ入る早いから14でいいかなっていう、はい、であとは19、16っていう感じですね、はい、まあね、次回はね、次回はまあまあこれ肩慣らしみたいな、肩慣らしみたいな、まあ犠牲みたいな感じまあオープン戦なんでまだ、じゃあ今月もう一発、もう一発行きたいって仕留めたいですね。まあシャレならへんし最低でも、最低でもまあ、50後半から60超えるぐらい、まあそれは狙ってるんですけどね、はい、その辺はまあ普通に釣る感じでやってたんですけど、まあ7超え行きたいな、まあ、7キロ超える方が早いのか70超える方が早いのか、うん、どうなんですか。どっちも可能性はあるんだけどね、まあ、70いったらね、70いったら余裕でもう8キロ9キロいっちゃうから、うんね、まあ全然余裕なんだけど、7でも7キロでもいい、7キロの道へ、いやまあまあサイズとウエイトと両方ね、まあ長さが乗ってくればウエイトも乗ってくるからね、北野さん、まあこれからだし、なんか今年ちょっとね天気の具合が結構三寒四温でも極端なんで、まあ、今後どういう風になっていくか分かんないですけど、悪くはないんじゃないです、その去年一昨年のようになんか冷たい湖じゃない感じはするんで、まあ期待感はありますね。まあじゃあ次回もでかいのを狙って、狙う、もうだから狙うからちっちゃいのは釣れないと思うんで、はい、面白くない動画になると思うんですけど、あのまあまあ次はちょっとエリアも拡大してね、もうちょい絞り込んで、拡大してなおかつ絞り込んだところで攻めていきたいなと思います。わかりました。じゃあ次回もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お疲れ様でした。